キリスト教東方教会聖教会ギリシャ聖教会ギリシャ聖教会は以下の三通りの意義に使われるキリスト教の教派、教会組織を指す言葉。本校では下記一番の要例によるギリシャ共和国に存在するギリシャ聖教会について詳述する。1833年に聖教会のコンスタンティノープル総主教長から独立したギリシャ共和国にある 独立性教会、正教会の全体を指す総称、ギリシア正教会の故障が世界史教科書などで使われている。ロシア正教会、ブルガリア正教会といったスラブ系の各正教会、及びヒギリシャ人が主導する東方諸教会等への大義としてのコンスタンティノープル総主教長などかつての後、大総主教座を中心とするギリシャ人の正教会。 正教会は一カ国に一つの教会組織を備えることが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる教義を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。日本語としていずれも定着しているため、上記2番、3番に挙げた要例も誤りとまでは言えない。だが、5二社はギリシャ一国に限った教会ではないため厳密にはギリシャを関する必要はなく、 誤解を招きやすい表現であると言える。ギリシャ聖教会の原主座主教をアテネ大主教イエロニモス2世。リアサを着用し、黒ブークをかぶり、パナギアを胸にかけている。ギリシャ聖教会は聖教会における独立聖教会の一つ。アテネに大主教座を置き、主としてギリシャ共和国の神徒を管轄する。ただし、ギリシャ共和国領とは完全には一致せず、 クレタ島はコンスタンティノープル宗主教長の管轄下にある。ギリシア国外のヨーロッパ、アメリカ合衆国などに移民を中心にして成立した教会の多くもアテネ大主教の管轄下ではなくコンスタンティノープル宗主教長の庇護下にある。ギリシャ正教会はコンスタンティノープル宗主教長の一教区ではなく完全な独立正教会であることは西方教会との関係や 北ギリシャの教区の管轄問題等をめぐって、見解の差が発生するケースがあることにも示されている。また、コンスタンティノープル宗主教は、民族的には、ギリシャ人であっても、トルコ国民であることが、トルコ政府の求める要件とされており、ギリシャ正教会から直接に、コンスタンティノープル宗主教が選立されることは、現在ではない。ギリシャの正教会は、 ローマ帝国時代以来の由緒を持つが、ギリシャ人の居住していたペロポネソス半島からアナトリア半島にかけての地域を管轄する教会は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスに座すコンスタンティノープル宗主教のもとにあり、中心地は現在のギリシャの領土内ではなかった。1453年にコンスタンティノープルはイスラム教徒のオスマン帝国の支配下に入り、 前後してギリシャ人を含む聖教徒の居住地域の多くがオスマン帝国領になったためオスマン帝国はコンスタンティノープル宗主教を保護して国内の聖教徒を統制する政策を取ったしかし19世紀初頭にギリシャ人の民族意識が高まると1821年にオスマン帝国の意を受けたコンスタンティノープル宗主教の異部を振り切る形で現在のギリシャの地で 民族放棄が起こり、ギリシャは王国として1830年にオスマン帝国から独立を果たした。これに伴い、新生ギリシャ王国内の正教会は、アテネ大主教を主座として、旧宗主国オスマン帝国の影響下にあるコンスタンティノープル総主教からの教会独立を、宣言、1850年に至ってコンスタンティノープル総主教の承認を受け、 相互に独立を承認した教会の関係になった。ただし、ギリシャ正教会の主座主教は総主教ではなく、アテネ大主教のままである。2008年1月28日に、主座主教であるアテネ大主教フリストドロスが肝臓癌で永民した。69歳。公認のアテネ大主教として、イエロニモス2世が選立され、 2008年2月16日に着座した。ありがとうございます。